はい、速稼塾の久保でございます。今回もですね、あの生活保護 YouTuber の東京のあやさちゃんがですね、非常に辛い思い、複雑な思いをしたということをね、まあ、あの動画の方で上げてくださいました。あの生活保護っていうとどうしてもね、生活保護の不正受給とか、生活保護でギャンブルしてるだとかね、あの昼から一升瓶食らってるみたいなイメージを私たちはよく植え付けられてるんですけども、これは本当に断片的な情報で、そういうことをしてらっしゃる方もいると思いますけども、やっぱりね、生活保護には生活保護なりの不自由ってつきまとうわけなんですよ。特にシングルマザーの方にはこれはね、かなり当てはまって、まあもちろん独身で男性で、まあ生活保護を受けてる方ってのは気楽なのかもしれませんけども、まあ、気楽じゃない面もあると思いますよ、うん、あんまりこういうことをね、軽々しく言うべきではないんですけども、一人一人自分の人生、自分の思いっていうのがありますから。で、致し方がなく生活保護を受けてる場合もあったりとか、まあ中にはね、堂々と戦略的に生活保護を受けて豊かな暮らしを送ってらっしゃる方もいますけども、もういずれにしてもちょっと一部なんですよね。で、今回あやさちゃんが言ってくださったのは、あの子供に対してね、すごくね、あの迷惑をかけたなとかね、親として最低だなことをかなりね、あの心を込めてここで、まあ、暴露と言いますかね、懺悔と言いますか、告白してくださってるんですよね。やっぱこういうもの、声に耳を傾けられる環境って今までなかったんで、我々はこのあやさちゃんのね、あの発信からかなり多くのことを学べるんではないかなと思います。同時に生活保護についての偏見ですとか断片的な知識ってものが、ああ間違っていたんだなってことをね、やっぱり改めて知ることができると思うんですよ。これからもあやさちゃんのね、生活保護この発信を私たちはしっかりと聞くことによって、この制度ってのは本当に適正に運用されてるんだろうかとか、この制度そのものが本当は必要なんだろうかとか、もし必要だとして、これをどのようにこれから進化させていけばいいんだろうかってことね、考えるきっかけになるんではないかなと思います。いつもあやさちゃんありがとうね。では動画説明欄からあやさちゃんの動画の方をご覧ください。こちらの方にね、動画説明欄ありますんで、よろしくお願いします。では失礼します。